どうも、ヨシタさん。ね、やっぱりこう、視聴者さんと直接関われる、会いに来てくださる、会える、これはね、うん、やっぱりね、喜びになりうりますね。私もね、全国47都道県ツアーをやったのはなぜかっていうと、一体誰が見てるのかなっていうふうに、普段視聴者さんに触れることがないんで、だんだん興味が出てきたんですよね。で、一時期コメント欄を閉じていたところもあって、ま,あ、ますますそれがね、 えー、興味が出てきたっていうことですか。今コメント欄開放してるんで、結構コメント書いていただくことが多いんですけども、うん、やっぱりね、同じ方がずっと一定期間見てくださって、もうジャンル問わずですね。で、特定のジャンルだけ見る人もいるということで、だんだんこう発信によって、炭焼きができるなっていうところも感じますし、うん、やっぱりね、無名な人でも、一部の人からは有名になるっていう感じですか。まあ多分私の動画を見てる方っていうのは、 あの、地上波のテレビとか NHK とか見てないと思うんですよね。まあ、ですんで、自然と情報がこう似通ってくるし、価値観も似た、やってくると。だからチャンネルがどんどんね、狭くなってくるのかなと思うんですよ。自分が考えもしないようなことっていうのは、だんだん削ぎ落とされていって、まあ、例えば私がね、あのー、なんかゴルフのチャンネルを始めても、多分あんまり見ないと思うんですよ。うん。だからまあ、久保さんならやりそうみたいなことで、まあ,あの、 マーケットというのはできてるのかなっていうところもありますしまあ意外なことをやってもね反応はあると思いますけどねでもやっぱり吉谷さんがあのやっぱりいいなと思うのはすごいなと思うのはあのあこれはすごいなと誰かに対して思ったことをすぐ取り入れていくことですよねだからその人の力が自分の力になるみたいなで人の失敗も自分にちゃんと取り入れて、えー、二の足を踏まないようにすることと人の失敗を参考にどうしたらもっと良くなるだろうかっていうふうなねマーケティングを どここに対しててても持っっいるってととろかなと思いますよで R34 もね結局随分長い間大事に乗っていらっしゃってそれを売るっていうドラマも作ってるっていうねで売ることによって気分が楽になって確かに R34 は盗難が多いみたいなんで、うん、部品単位での盗難もありますからねだからオーナーとしては車全部持っていかれても痛いんですけどもじゃあタイヤだけ持っていかれましたとかねなんかテールのウイングだけ持っていかれましたとか ヘッドライトだけ持っっててかかれましたって言ってもななり大きなダメージですからねでも盗んだ方はそれをあの転売して儲けることもできるしもうやりたい放題ななけですだから持てるものの悩みですよねこれはね持たざるものってのは取られる心配がないんですけども持ってるものってのはあの取られたり壊されたりしたらどうしようっていうことに怯えてセキュリティっていうプラスアルファの経費がかかったりねありもしない不安だからつまり 盗まれたらどうしよう、盗まれたってことを想像したり、壊されたって時のことを想像して、保険にも入るし、ついには手放すみたいなね、心理行動になっていると。要するに、何かの被害を受けたわけでもないのに、潜在的な被害に、自分のモチベーションが動かされるってことにもなるんですよね。まあ、これ、ん3 4のことだけを言ってるわけじゃなくて、あの世の中全般的にですよ。金庫がなぜ売れるかとかね、保険がなぜ売れるか。それは、持ってない人には金庫も保険も売れないけども、持ってる人には売れるっていうね。 本当になんかこう、マネーゲームの一端をみたいな気がします。行ったし。